曲の歌詞自体が追いかける恋愛っていうことをテーマにしているので、こう少し男の部分だったりとか大人っぽいファンタスティックスを表現した楽曲なのかなって。今回も世界さんの振り付けなんですけど、まあ、決めきらないところのかっこよさとか見ていて楽しいと思うので、パフォーマンス力っていうものは大切にしたいミュージックビデオに取り組みましたね。あそこまでの挑戦はファンタでは初めてでした。ファンタスティックスってこういうグループなんだっていうのが、あ、いろんなことやるなっていうのが多分このミュージックビデオを見てもらえたら分かる曲にしたいなっていう思いがありましたね。本日よろしくお願いいたします。ありがとうございます。まるでバカみたいな食事会から君以外がオールアウト Head and the water 冷静になんてなれない。 Something is panic 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 yeah panic panic。 アルバムを代表するような一曲になるので、結構だから今までの爽やかさ、フライングフィッシュだったら爽やか一点張りだし、ヘイダーリンだったらこうセクシーな色気の感じだけだったり、タイムカメラとかだとちょっとコミカルな要素も入ってたりとかっていうのがこの1曲に全部少し入ってるんじゃないかなっていうのは思います。タイムカメラでもあったんですけど、あそこ一部だけだったんで、今回はもうイントロから2サビまでが全部の一連なんで、一番の見どころはやっぱりイントロから2サビ後半までワンロール、これがこうファンタスティックスとしても初めての試みなので、一番の見どころかなとは思いますね。花を使ってその表現をしたんですけど、こうやって踊ってて花を使って誘惑するというか誘うんですけど、いざ渡したら、まあ、大輝くんだったっていうのがテーマで、ワンロールなので失敗ができなくすごい緊張しましたね。とにかくキレがすごいなという印象ですね。曲の力に全然負けてないような振り付けで、もちろんこう揃えることは前提にしつつ、こう各々の色を出す部分とか要素を、そういうところが、今回も魅力なんじゃないかなと思いますね。僕もこう改めていろいろライブとか経験させていただく中で、またこのパフォーマーとしての見せ方だったりとか、パフォーマーとして音楽を届けるっていうものを改めてそこに執着して、挑んだミュージックビデオなんで、そこへの思いはすごく改めて強くありましたね。どうやったらちょっと恋してる男の心境に聞こえるかなとか、今までで恋愛ものっていうのはデュアデスティニーとかだったんですけど、あの感じも少し入れつつ、けどちょっとアップテンポなので、こう芯のあるところも踏まえつつ、あとは少しなんかめめしい感じだったりとかも、ギャップで大人な声色に変えたりとか、そういったところもいろいろ工夫して物語が進むような感覚で、なんだろう、レコーディングも進んでいったという感じなので、もう結構何時間もかけて撮った曲なので、本当にちょっと単語単語をめっちゃ聴いて、自分の歌い方が合ってるか、ゆうせい君の歌い方と僕の歌い方の始めがこう合ってるかっていうのも聴きつつやったので、声の使い方とか特に聴いてほしいかなって思います。